これはもう自分自身録画しておるということですね。これは YouTube で行う手順と同じですね。それで、テイク2でもって行ってますけれども、これがタイトル2なんですね。これは私のライブ配信と。それで、結局絵が切り替わるということですよね。絵が切り替わるということが、例えばこちらの方をやると、変わってくるはずなんですよね。はい、変わってきましたね。で、これを全画面にして、行うという作業なんです。実際、ライブ配信した映像を使うのは、ATEM Mini Pro ISO でレコーディングしたものをいうことですので、ライブ配信したものは、もう配信 しっぱなしという感じかな。ですね。配信しっぱなしで、終わると。いうことで、今日はちょっと先ほどギターを弾いたんですけれども、今まで YouTube ではやっておりました。で、今日は改めて、Facebook のライブ配信というものも、というのはですね、YouTube は若い人たちがもう占められておりまして、若い人たちがやるとすぐに何千何万という視聴者の見たよというのがアップするんですけれど、このシニアになりますとですね、そんなにアップするってことはないですよ。10件、10人とか15人、まあうまくいって、100人いくか200人いくか、そんな感じです。で、そういった状況も今までやってきて経験しておりますんで、あんまり YouTube でもって、力を入れてみたってダメなのはダメなんですよ。で、今回は Facebook ということでやってみました。で、Facebook の方にはこの画面は入らないんですよね。そうなんです。こちらを使えばうまくいくかもしれないんですけど、まあ、ともあれ、スイッチャーですんで切り替えていって、その切り替えたものが映像化されていくという形になるかと思います。で、オンエア、これも Facebook ということで記念ですんで、ちょっと撮ってきますね。こちらの方にスイッチを入れました。今、これですね。これが SSD のディスクですんで。で、こちらが ATEM Mini Pro ISO。で、こちらの方がこう置きまして、ちょっと静かに置きまして、それで、背景をこちらですね、3カメにして、こういう感じかな。今、Windows の方からの ATEM Mini Pro ISO をコネクトしているのは Windows からですんで、Windows の元で、動いているということですね。で、2カメが、これが、Windows ですよね。だから重なって、絵が重なっちゃうと思いますね。これで、なんとなくライブ配信も Facebook の方でもできるっていうことが分かりましたね。実際、この映像でもって、見られるということで、これが大きく拡大すると、っていう感じで、今日のライブ配信、テストですけどね、させていただきました。テストとは言っても、もう一回、そのテストをしているところを、ポストプロダクション、もう一度、映像をこう、巻き戻して、その巻き戻したやつを流すということをさせていただきたいと思います。これはライブ配信ではなくなりますけれどもね。それでは、今日のライブ配信はこれで終了させていただきます。
ご拝聴いただきまして誠にありがとうございました。それではこちらの終わり方はこうして、こちらの終わり方はこうして。